バービーバービーシリーズ、バービーの王女と村娘、バービーの王女と村娘は2004年9月28日にカナダとアメリカ合衆国より発売されたバービーのコンピュータアニメーション映画作品。バービーシリーズの第4作目のビデオ映画作品であり、マーク・トウェインの名作、王子と小敷をベースに展開されている。今作、アメリカ合衆国では、 2004年9月28日に、ライオンズゲートより VHS&DVD が発売されている。日本では劇場未公開。2004年10月22日にユニバーサル、ピクチャーズジャパンより VHS と DVD が同時発売されている。告知宣伝用ポスターのキャッチコピーは、女の子必見。世界中で大人気のバービーが楽しい歌満載の。 ミュージカルに初挑戦。昔々のとある国、プリンセスアナリースと村娘エリカの二人は売り二つ。ある日、二人は偶然出会いお互いそっくりで驚くがすぐに仲良くなる。アナリースは、ダ王国、ドミニク国王と結婚する予定になっていたが、アナリースは、家庭教師のジュリアンのことが好きだった。そんな時、女王の側近のプレミンジャーは、 アナリースと結婚し王国を乗っ取ろうと計画し、アナリースを誘拐し監禁してしまう。家庭教師のジュリアンは、アナリースを探す間、このことが、トミニク国王にバレないように、エリカに、プリンセスの代わりになるように頼むのだった。ありがとうございます。